呼び出しする？呼び出そう。いや、じゃあ、あ、そう、11月の後半にのお礼なんですよ。すいませんね、12月になってね。11月の24かな。まずはマクアラオンさん、待って、いらっしゃる、あ、いらっしゃる、ありがとうございます。あのファンミーティングがあった日で、私ハッシュタグ好きなんだ歌ったんで、ハッシュタグ好きなんだの絵を描きました。マクアラオンさん、ありがとうございます。こういう振りなの、後ろに下がっていく。ありがとう、マクアラオンさん、ハッシュタグ好きなんだ。じゃじゃん、ありがとうございます。続きまして、りょんきゅうさん、じゃーん、大声ダイヤモンド歌いました。好きって言葉は最高さ。でこれね、ダイヤモンド柄の服にしたな。うんうん、ファンミが懐かしい。え、割と最近のことですよ。好き、ありがとう、りょんきゅうさん。服の柄可愛いでしょ。じゃん、ありがとうございます。ダイヤ柄着てない。舞台に来てね、ありがとう。続きまして、坂道 FC さん。じゃん、なんかこう引きちぎったら切れた仮面隠そう。これ夢力です。夢力出そうぜ、坂道 FC さん、ありがとうございます。え、箱うまいよね、綺麗、うまいよね、作るの。そう、ベレー帽かぶってる。じゃじゃーん、坂道 FC さん、ありがとうございます。いらっしゃるかな、微妙かな、あー、います。でてて、で11月24じゃなくて、今度11月の29日にもらいました。じゃーん、さとしさん。これさ、いい肉の日だったからさ、骨付き肉をここに書いたんですけど、なんかちょっとあの服と一体化して、なんかちょっとこれあの肉です。サトシさん、ありがとうございます。あ、そうそう、こういうにあの野生的なさ、こうサイドから骨が出てるタイプの肉が聞きたかった。ありがとうございます。いい肉の日。お腹にちょっと位置が。サトシさん、ありがとうございます。そして最後、ちょっと待って、鼻水だけ噛む。
しょ。ミッキーさん最後ラストミッキーさんじゃーん。なんかこれはすごいクマクマをいただいて、そのすごいクマでラーメン100杯ぐらい食べれるって計算したのでラーメンの絵です。ミッキーさんありがとうございます。箸浮いてるからミッキーさんありがとう。サンプル？サンプルラーメン食べてます。食しております。やったーミッキーさん。クリスマスコンサートの先行受付は今日までだよ。みんな今日までだよみんなクリスマスコンサート来る？4公演あるからね。来れそうなとこ待ってます。来てうん3公演出る。うん3公演とも当たるか。当たるよちょっと無責任なことは言えんけど当たるよPR 舞台、うん、ラストらしいね PR 舞台。なんか結構長かったイメージありますね、うん、ここ数日で目つきが鋭くなった。よき嘘私絶対鋭くなんてないんだけどなんならへにょへにょになったわリアル舞台長かったよなんかだって1年以上やったんじゃない。いやそんなことない、1年間ぐらいか、ね、どうだろう1年ちょっとぐらいやったんじゃないかなね、曲「笑顔のチャンス」だってさ11月がちょうど沖縄ぐらいだったのツアーの。11月じゃなくなったんですけど、ありがとうございます。シーズン 3？ ちょっと待って、シーズン3と発表されたらもうって感じになる顔がいや本当に多分みんなも多分この顔になるよ。え過呼吸ありがとうございます。なるよ。シーズンが変わるとか、え、なんかこれ別にあのあれですよ。なんなんか2年に1回あるとかそういうわけでもないので、そうね。なんか決まってないけね。
ありがとうこの雪。まあ今は何も考えとくわ。なあ、あることないことは考えてもいけんけんね。考え、何にも考え、もう。おとい、ありがとう。サンタさんに何頼むか？え？いっぱい頼みたいものある。でも来ない。なんか自分じゃなかなか買わないけど欲しいものがいっぱいあるんですよ。例えば AirPods とか Apple Watch とかヘッドホンとか、なんか自分ではあんまり頼まん、なんか買わないけど、でも欲しいものがいっぱいあって、マジサンタさん来てほしい。買えばいい。でもなんかそういうのないですか？なんか自分では買わないけどもらったら嬉しいなみたいな。エアポッツ落としません。私エアポッツを持ったことがないんですよ実は。人から借りたことはいっぱいあるんですけど、事務所に、いや事務所には届けません。そんなダメです、 NG なんです。アップルウォッチはなんかマヒナさんとか メンバーが結構つけてるのかな。マヒナさんとかつけてて、なんかレッスン中とかにたまに心拍数を見せてくれるんですよ。ほら見てみたいな感じで、もうバクバクやってる心拍数とか見せてくれて、それがすごい嬉しい。もう私も心拍数をみんなに公開したい。だからちょっと欲しい。皆さんのね、あのなんかめっちゃ踊って、そしたらもうドキドキ言うじゃないですか、もうバク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 、そのもういっぱい踊った後の心拍数を見るのがすごい楽しいから、アップルウォッチは心拍数を測りたいがために欲しい。どんぐらい、え多分140ぐらいいっとると思う。えそれもっといくか、100、え、200？ え、200っていくもんだっけ？200 って言っていいもんなの？ハートとひよこありがとう。200はダメだって。マヒナさんの心拍数、マヒナさんの心拍数エピソードもう一個あるわ。なんかお風呂上がりにも心拍数、お風呂上がりだったかな、測って心拍数が一緒だった時があって、同じなんか温泉後に心拍数測って一瞬だったことがあって、なんかもうひなさんと心拍数を共有したんですよ。で一緒で、なんか今私たちはこの時間同じ鼓動を打ってるんですねみたいな、嬉しくって言ったら気持ち悪いって言われて、すごいもう傷ついた。ああ気持ち悪い。そうっすよね。
平常時どんぐらい、私さマジで小動物並みに速いんだよねなんか100はいかないけど90代とか全然ある、普段から。え、速いよねずっとバクバクしてんの。心拍数ありがとう。短命？そんなこと言うなよ。あれでも言うよ、なんかさ、人間ってさ心臓を打つ回数は決まってるみたいな。いい、ありがとうございます。メッキュー先生を見てるとドキドキします。あ本当かいね聞いたことある。でもさ、その理論で言ったらさ、いっぱい運動してさドキドキした人の方がさ寿命がさ短くなっちゃうっていう考え方になるじゃんか。だからさ絶対関係ないと思うよね。ある程度運動してる人の方が長生きしたりするくない？そんなことないの。握手会で店に行こうかな。え、何、私に心拍数アップローチつけて。まいちゃん今俺の心拍数は140。キャードキドキしちゃう。やってやって、楽しみ待ってるね。みんな持ってんのアップローチ。あ、ありがとう、くまもありがとう。持ってる？ドキドキせんだろ。え、するよ。え？するよね。マイキューに脈触れて測ってもらうし。もうできないですね、看護師さんじゃないできませんね心拍 NG じゃないの？え、心拍って NG なの？お話し会でもさ、遠いかったらさ大丈夫じゃない？多分さ、アップルウォッチ外してくださいって言われんと思うんやけど、言われるんかな、お話し会の時に。言われんよね多分。オンライン、あ、オンラインね。あ、見せるのがダメね、外すらしいっていう人も。そうなの？オンラインは心拍数があんま上がんない？なんだと？あげろよ、ドキドキしろ。きっとありがとう、ひよこ。マイキューのセリフ次第。え、私のセリフ次第そんなことある？なんて言ったら上がる？時計外せって言われたことない。どこまでがあれなんだろうね。私もちょっと細かいところが分からん。ネイルかわいい。これもね、だんだん取れてます。あんまり配信じゃわからんな
やめ、ありがとう。萌えセリフ注文していい？いや。ダメ。萌えセリフ言ってもいいよ。私に、あ、そっち、そうそうそう、みんながだよ。うんうん。でもさ、私のお話し会でさ、萌え台詞じゃないけどさ、なんか言ってくる人いるよ。いるよ、毎回言ってきたりする人いるよ。なんか、あるあるある。あるよ。あるよ。ありがとう。なんか私が例えば、例えば私がさ、前にこの定型文ってあるじゃん、定型文に「やあマイハニー」って書いてたの。そしたらお話し会で毎回「やあマイハニー」っていう人とかいるよ。私もそう、なんかバラしていいのか、うん、バラしちゃおうっと。そう、いやマイハニーとか、ちょっと口説き文句みたいな感じのこと言う人とかいるよ。だから全然言って。いいよ、待ってるね。紳士、そうだ、紳士がいるから。の人今ここにいるでしょ。どうだろう、いるかな。うーん。でもね、一人じゃなかったんよ。なんか一人とかじゃないけ。結婚してありがとう。そう、私はでも嬉しいよ。言わせてる、言わせてないよ。俺にしとけよぜ。いなかったな、いなかったな。あ、でも大好きって言ってくれる人はいっぱいいます。嬉しい。大好き。どんな言葉にキュンとするか、もうまいちゃんしかいないよ。うそー、本当だよねってなります。結婚してありがとう。ちょろ、ちょろくないよ私。単押しです、単押しですって言われたら、うん、オンラインだったらそうだな、他の男の背景も見せてっていうか、なんか私のグッズだけじゃないんじゃないってなる。その裏側はどうなってるんだい。もしかして別のこのグッズが飾ってあるんじゃないかい。あ、でもね、マジで本当に言ってくれてる人と、なんかちょっといじって言ってる人はわかるよ。この人本当に言ってるんだって人と。
1枚逃げた。勘が鋭い私。うーん、あーどうだろうね。あありがとう。キューちゃんあんま出れない。いやそんなことないよ、喜びが顔に出てないだけなんじゃない。私割となんか嫌だ、隠したいって思うかも。うん、ポーカーフェイスではなさそうなんだけどね。顔に出して。俺が心拍数200超えさせてやるよって。いや、かっこいい、待ってます。何言われるかな。やばい、ちょっと飴舐めたい。飴舐めていい？あー、ムズムズするわ。これ、こちら、龍角散。二色展開になっております。リバーシブル。まだあるよ。これさ、絶対ニンニク食べた後にいいよ。いや、まあ分からんけど、スースーするもん。スースーするし、なんかニンニクの匂いが消えそう。そんなことないかな。消臭効果あるか分からんけども、ニンニクに効かんかな。なんかそうそう、あのガムみたいな感じある。スースーする、ミントのガムみたいな。ないよって言われた。失礼しました。消臭成分、何消臭成分って分からん。もうさ、この飴すごいんだよ。うん、わかりませんね。喉にいい感じ。めっちゃ、いい感じ。うん。なんか、あ、甘いのがいい。クリーミングパウダーってのが入ってる。綺麗になりそうじゃない？クリーミングパウダー、なんか口の中がクリーニングされそう。3番目に入ってる。一時期品切れしてたやつ。え、これそうなの？クリーミング。
うま。まだ噛んでないじゃん。ドラッグストアの人がめっちゃ売れてるって言ってた。そうなの。これめっちゃ食べやすい。まだ噛めん。やばいな、飴舐めながら話しよったらさ、飴が出てくるかもしれんけさ、怖い。どこですよね、ピョーン。ショールームまとめられるかもしれん。中村舞、飴を吐き出すみたいな。と、結婚してありがとう。自分は青いパッケージの、あ、龍角散 ?100% 龍角散でしょ。甘いやつがないやつだ。どんな時にニンニクを、ラーメンとか。でもね、なんかもう気にせずニンニク食べるようになったかも。いい、悪いことなんかな。いいことじゃないよね。うん、ハートありがとう。でも今日は家でお鍋しました。なんか天下一品のタレ、だしのお鍋があって、そう、家でやりました。最近お鍋多いわ。なんか簡単じゃけさ、締めはおじや。ラーメンは、うん、ラーメンは、あの、締める前に入ってるんですよ。だからもう鍋の中に普通に麺が入ってて、そうそうそう。なんか、なんか、なんて言うんですかね。そうそうそう。もうなんか、麺は締めとかじゃなくって、絶対入ってるんですよ。もう何鍋にでも麺は締める前から入ってて、で、締めは米なんです。スタメンさあ、スタメン、折り麺、本編です。アンコールおじや。本気ありがとう。めっちゃ食べた。うん。ありがとう。クマ、ありがとう。待って、まだ時間ある。あ、まだ。今日ね、あのさ、メイク用品のさ、下地がね、もうなかったんよ。で、マジでないと困るけさ、もうメイク用品の下地は絶対に買いに行かんといけんと思ってね、ちょっとね、メイク用品の下地だけ買いに行ったんですよ。なんか、あの、デパートのところにね、買いに行ったんですけど、私はね、もうね、いつもね、カモになるわけなんですよ。もう、なんか、勧められたら買っちゃうわけですよ。で、もう今日もカモになってきたんですよ。もうネギしょって、デパートへ。でね、もうなんか、本当に、なんかね、その、下地が3800円ぐらいだったんですよ。で、
3800円ぐらいでいつも買ってる下地があるんですよ。で、あ、これこれと思って、これください、もう即決ですよ。もうだって他に買おうと思ってるもんないから、もうこれくださいって言ってすぐに言って出してもらって、そしたらなんか今6000円以上でなんかこちらのノベルティがもらえますよみたいに言われて、6000円かーと思って、でまあ3800円ぐらいだから2000ちょっと買ったらノベルティがもらえるんかと思って、こう、どうしようかな、2000ちょっとかーみたいな、あーちょっとなんか見ましょうかねみたいな感じで言ったんですよ。たら今新作でこちらがあって、あの新しくなんか説明してくれたんですよね。でこちらがいいですよ、でちょっと手を出してみてくださいって言って、こうやってスポンジでこうやってつけてもらって、あーすごいいいですね、でもうすごいね、わーいいですね、こちらはこうでこうでこれ、ね、この色展開ですごいあのいいんですよみたいな感じで言われて、私はどうしようかな、じゃあこれにしようかなって言って、もうこれにしようと思って普通にもうで、え、こちらでなさいますかって言われて、ではいみたいな、うん、そうですね、じゃあこれに、こちら6000円でございますって言われて、6000円みたいな思って、そこで。で、私2000ちょっと追加したらもらえるノベルティなのに6000円かと思って。でもさ、そこでもう買いますって言ったのにさ、6000円ですとか言われて、あ、じゃあやっぱやめますとかってさ、言えんくてさ、ほいみたいな。もう私も、ほい、6000円と心の中では思いながら、もう、そうです、下地よりも高くて。なって、で、そう、結局カモになりましたで、家に帰ってお姉ちゃんに話したら、なんまたそんなカモになったみたいな怒られて、そのノベルティもお姉ちゃんに、あんで、でもこのノベルティがもらえるって言われたいよって言って見せたら、それ使うんとか言われて、確かに家に帰ってみたら、使わんかもしれんって思って、なんかね本当にね、いや買い物にはね、キューがやっぱついてきてくれないと、私なんか自分が欲しいって思ってるもの以外も買っちゃうんですよね。特にあのコスメはもう勧められたら絶対に買っちゃうんですよ。なんか前も買って、で、なんかで反省会したんですよ。で、お姉ちゃんに、じゃあどうすればよかったんだろうって言ったら、お姉ちゃんが、あ、じゃあ2000円ちょっとぐらいで、なんか、ありますかって聞けばいいじゃんって言われて、確かに。先に値段言って、ありますかって聞けばよかったと思って。北海道フェアもそうだよ。かも。カモになりますから。ありがとうございます。カモ級普段節約、いやそうよ、ゆきえさ、こういう時にさ使っちゃって反省して、ちょろいよね。いやマジね、本当にね、断れないんですよね、こういうのも。もう勧められたらもう断れなくって、6000円、いやでもね、帰ったら自分そのメイク用品使わんなってちょっと思ったんですよ。で、あの本当に今使うんかなと思って使わんと思ってお母さんにあげました。全部お母さんにもプレゼントして、お母さんこのメイク用品あげるよって言ってお母さんに全部あげて、そしたらお母さんが、嬉しいって喜んでくれたので、これで私の心は報われました。お母さんめっちゃ喜ぶから、やった、
っぱね、なんか人にお金を使うのが楽しいですよね。お母さんにもうプレゼントした。あ、変な。カモ、いや、カワセ、そうそう、カモになったことは言いましたよ。私が今日カモになった話をしたんですよ、全部。お母さんはでもハハハハっていつも笑ってる。またなったんだねみたいな、カモになったんだねみたいな感じ。うん、飴の効果すごいよね。うん、飴舐めたら唾液が出るからかな。57分。噛むの早い。飴は噛んでいきます。噛まない方が。噛んだやつを舐めます。待って、男女呼ぼう。福太郎さん、ゆずきちさん、南波のひそとさん、くまねパパさん、おっさんずさむきちさん、お疲れさん、ミッキーさん、シーサーさん、ようちゃんさん、ボンちゃんさん、きなぺこさん、まささん、もともちさん、ありがとうございます。すいませんね、本当に席ばっかりして。ごめんして、ありがとう。手紙もありがとうございます。皆さん、また明日ごゆっくりお休みください。ごもありがとう。大事に、ありがとう。おやすみ。無理しないで、ありがとう。また明日。明日は月曜日よ。頑張ろう。月曜、もっと、明日は月曜日じゃないよ。おやすみ。おやすみ。おやすみ。来んない。